では3つ目のキーワードに行きましょう、はい、こちらです。じゃん、伊能忠敬は56歳から、はい、はい、これどういうことでしょうか。いやいや私はもうね、ええ、まもなく77の基準なんだけども、いや若く見えますよ、ね、全然見えない見えない、うん、伊能忠敬の、忠敬の56よりはね、はい、20ぐらい上なんだけども、はい、これはね、うん、伊能忠敬は自分の商売、あの千葉県の桜ですか、あそこで商家を営んで50歳で引退して、うん、家督を譲って、うん、でそれから江戸へ出てね、そして勉強始めたんですよね、天文学、測量学、数学、はい、ね、すごいな。そして、うん、一応のその学問を身につけてから、56歳から、うん、日本の全国を地図作りに、うん、測量に歩き出したわけですよ、はいすごいですね。昔の56歳って言ったら今の70から始めるようなもんですよね。そうですよね。そうそう、うん、ね、うん、だからね、とんでもない話だと思うさ。すごいです。歩いてですから。歩いてでしょ。測量して、うんうん、今みたいにね、はい、ちょっと車貸してよなって話にならないんでね。そうそうそう、うん、これは大変な話だし。大変な話です。しかもね、測量機械にしたってね、昔の原始的な、はい。ね、そうですよね、六分儀だとかなんかね、うん、あの、はい、道具しょって歩くわけでしょ、わらじばきで、うん、それで日本国中隅々ね、うん、三角測量やってるわけですよね、はい、だからこれすごいことだと思うのね。すごいと思う。やっぱりその志でしょうね、はい、うんうん、あとよっぽどやりたかったんでしょうね。だと思う今ね、まあ言ったら定年退職してからもう一回勉強を始めて、うん、これから自分のやりたいこと、そう、これやっとやるぞと56歳にして、そうそう、今で言ったら70歳ぐらいからにして、うん、ずっとやりたかったから、もう誰にも文句は言わせない、おいら地図作りのために全国行脚してやるみたいな。でも最初は幕府もまあまあ好きなことを好きにやらせればいいさっていう感じで、あんまり相手にしなかったらしいんだけども、うん、あの出来上があの一部ね、あれ北海道かな、うん、最初だったのかな、あの やらせてみたら、はい、大変な、はい、出来上がったもの見て、うん、びっくりして、それで幕府から移植受けたわけでしょ、はい、だからその制度というのは全くその欧米人がびっくりするぐらいの精度の高いもんで、それこそ地球の片隅のね、鎖国をしてて、はい、お付き合いのない日本の中でそれだけの精度の高いね、文化の持ってるなんてことは、はい、欧米人にとってはとんでも、うん、びっくりする話で、ひっくり返って驚いて、うん、外に出そうと持ち帰る、そう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 、持ち出そうとして、シボルとかね、シボルとかね、持ち出そう、うん、持ち出そうとして、それでめっかってあの公害追放になるわけでしょ、うん、ね、だからそういうくらい、それぐらい精密で素晴らしいものだ、だからそれはね、うん、日本人のやっぱりレベルの高さというのをね、彼が証明してくれてみたいな話だと思うし、あとやりたいと思ったことだったら、うん、それに、いくつになっても挑戦できるって、ね、挑戦できると、実際やり遂げた人がいると、うんね、だってついこの前だって75歳の、ね、うん、おばさんって言ったら割と、うん、まあ、普通おばあちゃんだけどね、芥川賞もらったでしょ。そうでしたね、芥川賞もらいましたよね、うん、75歳でしたっけね。そうだそうだ、だからね、芥川賞ですよ、うん、日本はね、ええ、高齢化社会高齢化社会なんてね、ええ、何も長いことないんだよ、うん、あの逆に言ったらどうですか、金沢さんご自身ももうちょっと組織を離れてからの方がなんならおいら好きなことできてて、いや実際そうですよ、この本を出しちゃったりなんかして、うんうん、ね、リズムに書き出したのもそういうことですからね、そういうことですよね、うん、どんどん書き出して誰にも遠慮することなくなっちゃったね、うん、遠慮するのはあの神さんだけどねね、こんな本も出しました。どうですか金沢さん、これから先っていうと、うん、いや今ちょっとね、これはやっぱり書き足りなかった部分だとか、書き足りなかった部分がやっぱりあります、うん、それから、はい、あの実際にちょっとこうあの誤字訂正しなきゃならない部分もあって、うん、重版だとか情報改訂版が出る機会があればね、はい、それをちょっと保管していきたいなと、はい、
いうふうに思ってますし、実際もうねちょっとずつ書いてるのがあるんですよここに、はい、あそうそう改訂版がもし出たら加えたい内容って、うんうん、もう一本手書きです。綺麗ですね。いやいやいつも原稿手書きなんですか。あの、ね、アナログ人間ですからねもうシャラシャラと書いても本当にいや何回も消したり書いたりしますそうなんですか。もうこのようにですね、まだ足したい部分というのをもうすでにいろいろ書いていらっしゃいますから、だからこれから先の部分で言ったらまた何なら改訂版とかあと増刷とか、うん、このシリーズ2冊目とか、うん、ねリクエストがあれば、うん、あるかもしれません。この中のね、はい、これは通信通しって言いますかね、あこう通してある時代から時代までね、はい、通して、何百年間のこと書いてるんだけども、そのうちのある部分にスポットを当てて、うん、そこをずっと深く掘り下げることもありますしね。あなるほど。従来ねあのそういうなんていうか論語を書いてる人たくさんいるんですが、うん、そこの部分がこう部分だけのものが多いんでね、それをつないで通信してみようと思ったのがこの本なんですよ。あなるほど、うん、本当にだからこの本ね、この帯のところちょっと書いてあるんですけど、歴史好きのあなたに、学校で教えるあなたに、先生向けですね、うん、小説を書きたいあなたに、裏取ったりいろんな書き方がね、うん、あります。解釈が出てますから、こういう方に、ぜひおすすめの古代史の常識を見直しませんかという本でございますね。またこれを読んで、金沢さんもっとこういうところも教えてよとか、うんうん、ここが一番こう感動した気に面白かったっていうような部分もね、うんうん、ぜひ札幌人図鑑までメールいただければ金沢さんにつなぎますのでお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。なのでこれを書いてますます次に書きたいものが見つかった広がったとおっしゃる、金沢さんでございました。まあこの年ですからね、うん、書きついでに恥も何でもみんな書いてもいいですよいろんなもの書いちゃってください。はい、はいということで今日のゲストは書き物書きの金沢光希さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら、うん。